ミュージアムクォーター前の表示ミュージアムクォーター180度パノラマ写真ママックミュージアムクォーターの夜ミュージアムクォーターはオーストリアの首都ウィーンのノイバウ地区にある美術館群および約6万平方メートルの面積を占めるその区域の故障であるミュージアムクォーターにはバロック建築から近代建築まで様々な様式で建てられた美術館が集まっている その場所にはかつて旧社群があり、1998年4月から3年の年月と1億5000万ユーロをかけて文化芸術区画として開発された。M q にはレオポルト美術館ママックから芸術展示場のクンストハレウィーンがあり、さらに毎年夏にはウィーンフェスティバルの中心となるなど、オーストリアの芸術活動の中心的な役割を担っている。また、 舞踊のための国際センターとして、タンツクォーター、ウィーン建築センター、新しいメディア発信のためのスタジオ、芸術家の教室、子供のための芸術体験施設などがある。また、ウィーン国際映画祭、インパルスタンツウィーン国際ダンスフェスティバルをはじめとする多くのイベントが開催されている。ミュージアムクォーターは、クォーター21という、 複数の芸術集団からなる団体の拠点にもなっている。外務省2005年日 EU 市民交流年参加団体プロフィール外務省による紹介ウィーン建築センター公式サイト日本語表記は公式の案内パンフレットによった外部リンク参照。なお、そのパンフレットの中でもカタカナ表記には揺れがある。ありがとうございます。